スリックことケン・ジョンソンはアメリカ合衆国の元プロレスリングマネージャー。テキサス州フォートワース出身のアフリカ系アメリカ人。1980年代後半から1990年代初頭にかけて WWF でヒールの黒人マネージャーとして活躍した。そのスマートな体型とスタイリッシュなファッションセンスからドクター・オブ・スタイルの異名を持つ。1985年。 地元テキサスのテキサスオールスターレスリングにて、マッドマックスロードヒューマンガスのマネージャーとしてデビュー。その後、カンザスシティの NWA セントラルステーツ地区に入り、黒人ヒールのブッチリードのマネージャーを担当。ベテランの黒人スター、ルーファシュ・アール・ジョーンズとの構想を指揮した。1986年夏、リードがブルーザー・ブロディとのルーザー・リーブスタウンマッチに敗れ、 リードと共にカンザスシティを追放されたというアングルの元道地区を離脱 WWF に移籍する。WWF には体調不良のためマネージャー業を退くことになったフレッドブラッシーの公認として1986年9月より登場。TB ーではブラッシー自身がファンの前でスリックを紹介、アイアンシークや ニコライ・ボルコフラ・ブラッシーが担当していたヒール税を受け持つこととなり、共に WWF 入りしたブッチ・リードのマネージメントも継続。以降、ボビー・ヒーナン、ジミー・ハート、ミスター・フジ、センセーショナル・シェリーらと共に WWF のリングサイドに欠かせない存在となった。前任のブラッシー同様に彼もファッショナブルさを売り物とし、 毎回新調された細身のスーツを着こなし、コーディネートされたハンチングやソフトボをかぶり、指にはたくさんのリングをつけるなど、キザなイメージを演出していた。また、黒人としてのキャラクター設定も強調されており、よ、ブロダヘイ、メワッツアップ、など、アフリカンアメリカン式の言い回しやアクセントを意識的に使用。ラップやダンスも得意とし、 入場テーマ曲ジャイブソウルブローは自らがラップ調の歌を担当。入場時にはディスコダンスも披露した。1988年から1989年にかけてはツインタワーズをコントロールして、ハルカ・ホーガンランディ・サベージのメガパワーズと構想。1990年からはパワーグローリーを率いてタックマッチ戦線に本格進出したが、 当時の WWF は、ロード、ハートファウンデーション、ナスティボーイズ、デモリッションなど、タッグチームの層が扱ったこともあり、王座獲得の機会には恵まれなかった。1991年11月、当時担当していた、ザ・ウォー・ロードの構想相手ブリティッシュ・ブルドックのパワースラムによる負傷アングルの下、一時 WWF を離脱。その間、実生活で、 神聖キリスト教徒と,となったことから、1993年より、ベビーフェイスの聖職者レバレンドスリックとして、WWF に復帰する。服装は、マネージャー時代と、同様スーツ姿であったが派手な格好は控え、帽子を脱ぎ指輪も外し、番組内で競技を解くなど生まれ変わった姿が見られた。また、アフリカの未開人ギミックのヒールだったカマラを、ベビーフェイスに転向させ、 彼の保護主役を担当。人としての正しい振る舞いを悟し、自分は野獣ではなく、真っ当な人間であることを理解させるというストーリーが組まれた。WWF 対談後は、バイブルカレッジで修士号を取得し、地元テキサス州、ロングビューのバプテスト教会で牧師に転身、以降説教活動を続けている。2007年4月1日には、 レッスルマニア23のバックステージでクライムタイムのダンスパーティーに参加し、久々の WWE 出演を果たした。同年10月10、2009年からは地元フォートワースのインディー団体アイウにたびたび登場している。2010年11月15日、オールドスクールエディションと銘打って行われたスペシャル版の WWE、ローに出演、サンティーノ・マレラの紹介で、 リングに登場し、かつてと変わらぬ、ダンスの腕前を披露した。2012年7月23日の、ローセン会記念放送ローセンでは、ダニエル・ブライアンとアージリーの結婚式の牧師役を演じた。2016年4月2日、テキサス州ダラスのアメリカンエアラインズセンターにて、行われた、WWE ホールオブフェームの式典では、殿堂入りを果たしたビッグボスマンのインダクターを務めた。 スリックとビッグボスマン、ありがとうございます。